外から見えてたところから一気に内面に入ってきたという話がありました。私も本当これ見た時にですね、まさにその、まあ、眼科医ということもよく伺っていましたので、その医者としてのお仕事がキャリアがですね、本当に出てきているなと。で実はこの作品なども何かその体内をね、なんか連想させるようなものも感じるんですが、やはりご自身の中で実際にその、お仕事からの何かイメージというか、そういったものが世の中に出てきているなって感じがありますか。やっぱり僕が多分人よりも、つまり、アーティストとしてですね、画家として、人よりもだいぶ違う経験といいますか、もう人にはないものあるとしたら、もう本当に多くの人と接してまして、で非常にいつ失明したら困るという考えだったら、そういう悩んでる人を手術で救っていくとか、あと内臓外科に行った時はもう明日にも亡くなってしまうという人と直接その人と一緒になって、それ人生に接してきた生と死ですよね。まさに生と死ですね。もう目も一番大事な臓器といえば生と死だと僕は思ってますけど、そういう中にいろんな人と接してきて、その人の人生を疑似体験を僕自身がしてます。自分の人生のように、もう患者を接するときは常に自分の身内だと思って接するんですけど、その疑似体験としてその人の人生を共に感じてですね、でそういう意味で見ると、ここいろんな人生が空間のように現れているように、それぞれ時間ってあるわけですが、まあ今までのその疑似体験をさせてもらった人々の多くの人生がその中に一つ一つ生かされていると、この部屋に何か込められている、だから部屋っていうのは一つの象徴的なものなんですけども、その人の人生そのものであると思っているんですよね。だから部屋の中、あと部屋外出た時のまた全く違った世界が出てるっていうのは描いてますけども、あとやっぱり結構子供が出てくるんですけど、やっぱそのなんか記憶とかご自身の、やっぱり大げさに言えば人間っていうのは生まれて育って亡くなってまた生まれてくる、その記憶っていうのは常に連鎖を持ちながら、まさに輪廻のようにですね、いろんな場所、違った場所、違った答えをなりながら繰り返し繰り返し、DNA の中でですね、記憶は受け継がれていくわけですよね。だからそういう一つ一つの記憶が一つのイメージとしてありますと、どうしてもそこには子供とかですね、あそこには赤ちゃんもいますけど、成人だけじゃなくてそういうのが出てきます。やっぱりその中で象徴的なものとして、その記憶がその中に人間としての人生としての記憶がですね、ですからいろんな形で出てくる。今回のこのシリーズというか新しい展開の作品はもう自分のイメージで描いてる。そうです。ですからこれはモデルは一切使ってないですね。たださっきも言いましたように、スケッチも含めると何千人っていう、何千枚っていうですね、人物画をいわゆる蓄積があるんです、だからあと医学的な、そういう意味で学んだわけじゃないけども、解剖学なんていうのはやっぱり画家美大なんかとは比べられないぐらい体については全て勉強するわけですから、実は1年間かけて、僕らの時はちょうど恵まれたんだけど2体解剖したんですよ、全身解剖ですね。ですからもう頭の中それ染みついちゃってますので、それからモデルさんを実際見て書いてますので、記憶の中である程度の人間っていうものを表現することができるようになった。それは今までの修練っていうのはすごい役立ってるなと思ってますけど。これね、ですからこれ全て記憶で書いてます。そこから生まれてくるものってのはもう揺るがないですよね。もうそれがもうそのまま自分の、まさにオリジナリティっていう言葉はありますけど、もう誰にもついで許さないもう世界になってくるわけですね。で初めて本当このシリーズを見た時に、いろんな実は西洋美術史上のいろんなその名画あるいは巨匠の名前がですね、実は次々に私の中で出てきて、今回の DM のねこの案内にもベーコンとかバルチュスとかって書きました、千住さんも中のルシアン・フロイドっていう名前が出てきたりですね、本当に西洋美術史上を飾るあるいはそのシュールレアリズムのいろんな画家とかですね、もっと遡ると実は今回送られた画家の方などもですね、あれこれベルクレコのイメージだとかですね、いろんなやっぱり見る人のねあれが出てきましたね。僕はたまたま美大玉美の大学行った時に、その実習みたいなのあって、その作家について調べたり発表するってあったよね、で実はそれをきっかけにある美術雑誌に、
作家論みたいなものをずっと長年連載しまして、もう7年以上連載して毎月毎月取り上げてやったね。ですから、その時に思ったのは絵そのものっていうのもその画家のバックグラウンドになってる人生っていうのを調べて、相当たくさん本も読んだし、その作品を見るために海外の、まあ、海外に行く機会が多いってこともあるんですけど、海外の美術館とかもいろいろ巡ってきたとね。でそういうのは確かにあります。ですからそういう人生、その人作家の持ってた人生っていうのはやっぱり記憶ですよね。その生きるっていうその人の人生の記憶ですけど、それを共有した面はあると思います。だから絵そのものから影響を受けてるっていう面、その人の作家そのものからの、記憶はいろんなところに出てるとは思います。ですから別にそんなすごく西洋美術のこともかなり研究をされて、実際の文章を残されてますし、相当深い造形があるんですけれども、まあ、それが知識ではなくて、本当にもう血となり肉となっている感じですよね。ですからそれが自然な形で出てきていると。たまたま、どこかで見たことのある作品あるいは風景に見えたりするんですけれども、決してそれはそういったものから撮って書いてるってことではなくて、もう自分の中にあるものから何かふっと出てくると。ですからこれおそらく普段書かれていて、何か無意識のうちにあれこういうのができたみたいな感じになるんですかね。そうなんですよ。実はこれはこの俺らの21点ですけども、他にも、まあ、たくさんあるんですけども、千住さんがですね、僕に言うんですけど、ここに持ってきた時、持って帰っちゃダメと、持って帰るとまたその上から描いちゃうと、どんどん絵が変わってしまった場合別の絵になってしまう、つまりもう止まんなくなるんですよね、表現したいものが出てきて。だから、まあ、ある程度描いたら別のキャンバス、新しいキャンバスにどん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 置いていくという形で展開するっていうのはありますけどね。やっぱり不思議なもんですよね。特に今ベネチアの関係があって、大きな絵をやってて、勝手にこの興奮してコロナが興奮してくるんですかね、勝手に絵の色が動いてくるんですよ、広がっていくというか、色が勝手にその行動を始めるんですよね。それが不思議な感覚なんだけども、何を描きたいっていうのは初めあるんですよ、そこで実は悩むんです、うんとなってね、描き始めちゃうとね、勝手に絵の具が動き出すんですよ。不思議な現象が起きるんですよ。例えばこういうものを描こうと思った時に、なんか完成のイメージって湧くんですか、最初。そうじゃない。なんかいや、完成のイメージはあります。ありますよね。ありますが、全然違った絵にできちゃうことも結構多いです。それは絵の具が置いてる時に勝手に動き出して、で、形をどん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 変えていって、だから一つある程度完成して、まあ、大体完成っていうのはなかなかないですが、その上から描いちゃうっていうのは、それが呼んでるわけですよね。だからどこで筆を置くべきかとか、どこら辺までどこでやるのかよくわからないっていうのは、実は千住さんにメール送ったことあるんですけど、実は千住さんとはそのいろいろあってからいろいろ親しくメールやり取りすることなんですが、まあ、目については僕が、まあ、いつもメールで目の相談を受けるんですけど、絵について相談とか、そうするとそこら辺にもう書きすぎないでやめてくださいとかね、言われることあります。いや、今までね、私何かの画家とお話をしてた時に、私も実は絵を見てふと思ったことがあって、あれこれちょっとその作家にはない、なんか不思議な絵なんだけどすごい魅力がありますねっていうことをある画家にお尋ねしたら、いや実はそうなんですと、これがなんか知らないけどなんかできちゃったんです、無意識のうちにっていう話があってですね、そこに実は名画のヒントがあって、実は私はあくまで鑑賞者目線ですし、絵の売買をする立場なんですけれども、本当にその名画とかですね、傑作と言われているものって意外に無意識にできたものか、本当にその人 の新しい魅力になるってケースって結構私体験してるんですね。もちろん意図して描かれた絵、構想してある程度 の実績を積んできた人の場合には、その意図して出来上がったものが評価されるということがあるんですけれども、実はそのいろんな画家の瓦礫というか人生を見たときに、最初に描いた絵とかですね、若い頃に描いた絵がものすごく魅力があると、それがだんだんその魅力が薄れてくるっていうことが実はあって、それって本当最初の無意識のうちの作品であったり、あるいは子供時代に何気なく描いた絵がものすごく面白さがあるとかですね。でもそれはもう本人は全く自覚はないんだけれども、結果としてみると素晴らしいという、そういったもの。いや、そう、僕も他の作家の、ベテランで有名な方なんかを
同じように感じて同じように言ったことあるんですけど、あそうですか、先生の若い頃は面白いけど今つまんないねって言ったことあって失礼なことを言ってますけど、はいはい、それは、うん、おそらくもう評価されている方が、うん、そこから抜けられない呪縛が何かあるんじゃないかって僕はもう勝手に思って、うん、まあ、そういうことを直接も話しましたけど、うん、やっぱ若い頃ニュース始めた頃がどんどんこう何かが自分を動かして書いていったであるというね、それがまあ僕はまあ始まりとしては遅いわけなんですけども、そのそっくりですよね、やっぱり勝手になんか自分がこうしたいああしたいじゃなくて動き始めるとですね、もうそれこそ普段仕事あるんですが夜中なんか特にそうですね、シーンとしてる中で動き始めるといろんな、まあ、音も聞こえてくるし、いろんな世界がこう見えてきて、勝手に絵の具がですよ、主張し始めるんですよ。そういうのはね、やっぱり自分がその絵の世界でそういう対価とかそういう人みたいに評価されて、これがなんとかの絵だとかね、そういうのがないから自由だ。だから全部違うと思うんですよ、ね。ですからね、まさに全部違うんですよ。絵の具が動いていく、絵が生きてるんですよ。だから単に表面的に描くだけ、描写がうまく描けるだけっていうのはですね、うまく描けてても実は絵が生きてない。でも今の話がね、本当にもうまさに絵と、いわゆる画材っていうか絵の具と自身の思いと全てが一体となって、本当にそのままふーっと、それがもう自分の思いがまさにそこに現れてると。ですから本当に息遣いとか呼吸が聞こえてくるんですよね。ですからそれ今おっしゃったことがそのまま絵になって、それが見る人に伝わってくる。もちろん伝わり方っていうのは見る人によっていろんな想像ができていいわけですね。私もちょっと書いたんですけど、見る人によって、その見る人の素養や教養や経験やさまざまな思いによっていろんな引き出しをがその絵の中に、それぞれの絵の中にあるっていう、私書いたんですけど、まさにそれが絵の魅力で絵の深さなんですよね。それ本当今日聞いて、改めて感心をしましたね。それと同時に本当に普段手術の仕事でですね、一日眼科の仕事で、で夜から大体夜ですよね。夜とあとは、まあ、今週分けちゃってますので、週の後半の方は大体絵だけの生活ですよね。だからいつ寝てるのかなと思って、寝る時間が睡眠時間が非常に短いですね。まあ元々長くなかったんですけど、はいはい、4、5時間しか寝なかったんですが、今ここのとこはちょっと準備あるんで 2,3 時間をずっと続けてますね。すごいですよね。でもまあ、うん、ね、別の人生として、まあ、僕ができることは集中させてやるしかないですからし、うんうんうん、また今はそういう集中できてますので、うん、何かそれが新しい世界を生み出せるんじゃないかっていう予感はあります。はい、いやですからね、本当これ楽しみなんです。これから画家としてでも本当にそういう、まあ、ベネチア・ビエンナーレにも今年出されますし、その後それによってどういうまたきっかけができるか、展開ができるかね、非常に可能性もあるし、ある意味でこれだけのキャリアのある方が画家としてのベースもしっかり、踏まえた上で今こういう世界に展開しているってことを考えると、まあこの美術界に超大型新人といいますか、新人キャリアからいけば新人ではないんですけど、これ美術界においては本当に楽しみな展開になってきますよね。それで実は今回この、展覧会に合わせてこの画集をね作りました。これ私が感想を書いて、あとは千住さんが各一点一点にねこういったエッセイを添えています。で実は後半ではこの唐久先生と千住先生と私3人の提談も載ってるんですけれども、これによって非常にそのある意味でこの今回の作品がね、まあ、整理されて、まあ、紹介されています。もちろんこれはもう千住さん の思いから生まれたこの画集なんですけれども、もう見る人によっていろいろ想像をかきたてる深いものがあると。これ本当にぜひ100はまさに一見にしかずではないですけどね、これ実物をご覧いただいて、まあ、さまざまな実は展覧会も初日から多くの人に、まあ、来ていただいてですね、皆さん本当に驚いてます。昔からよく家族さんの絵をご存知の方もですね、いやこういうなったのかっていう方もいらっしゃいますし、初めて見る方もね、いや逆にその若い方ですかっていう人が結構いるんですよ。いやみずみずしいんです絵がね、ちょっと実際の年齢とは別にですね、そう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 、心の中はいつも僕は子供のイメージをやたらと描きますけど、気持ちの中は
やっぱりその挑戦してるわけですから、うん、あの子供と同じですね。そうですよね。実はですから この作品ですね、あの公募展の時にね、あの、まあ、審査員があの佐々木豊先生と千里弘先生、それから評論家の布施秀人先生、それから、永山裕子先生ね、と私で5人で審査したんですけど、実はあの布施さんがこれ見た時に、いやこの人20代ですかって最初の第一声がね、そこだったんです。それがすごく私の中で印象的なんですけれども、今おっしゃったように本当にいつまでも、もうあの実際のね、あの年齢というのはみんな誰もが減るわけなんですけど、関係ないですよね、その思いというかね。僕はそういう、そもそもあんまり意識したことはないですけど、あの実際に挑戦してるっていう意味でも、あの変な言い方ですけど、僕、まあ、たまたま美大行ったからある程度分かってるんですが、美大の学生の方がむしろなんていうか冷めちゃってるとか、あの現実の世界を見て夢を失っているのかもしれない。僕はあの幸いそういう社会人としてから、はい、もうそれこそ夢のようなピカソを超えてやるぞと、まあ、ピカソを超えてやるってのはピカソに感動したから言ってるわけですけどね、はい、逆に言えば、はい、それを超えてやるの経緯ですよね。そうです、あのピカソがすごいからこそ言ってるんですけども、でこんな素晴らしい感動を与えてくれるなら僕はピカソを超えてやった方がよっぽど楽しいだろうと、まあ、欲張りなんですよね。だからそれはあの元気ですね、なんとかって例えば昨日見らしたあの中村さんっていう玉美の教授がね、はい、あのまあ、ほとんど同い年なんですけども、あのなんでこんな元気だって言ってるんですけど、やっぱりその常にその新しいものをチャレンジして、しかもこれはもうまさに足そこに踏み入れたばっかりのところですよね。プロフェッショナルとして あの画家としてやっていくっていう意識は、あの趣味で好きで絵描いてるのとは全然違うわけで、あのもうまさに眼科医として世界一になってやろうと思った時と全く変わらない、その新しい新鮮な、ね、気持ちでやってます。もう、ね、それこそ世界一になろうと思わなければ世界一になれないわけですからね、はい、その思いでここまで来たあの深作さん、深作先生ですね、あのこれからも本当展開が楽しみですし、実はあのこの公募展のですね、大賞受賞記念展というのはまた来年2020年ねがやりますし、またベネチアでもどういう評価があるのか、これも非常に楽しみです。今後ますますねお元気に、まあ、あの眼科医のお仕事も大変でしょうけれども、画家としてもねこれからもますますの活躍を期待しています、はい、今回はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。